はい、どうも、タクタクです。脱出ゲームホラー、例の住む学校からの脱出。さあ、続きやっていこう。第、8章かなあ、違う違う違う。第8章じゃなかった。第8章じゃなかったわ。第、第9章、第9章。第9章だ。はい。行きましょう、第9章。証拠口が開かなかったのは、やっぱりさっきの幽霊たちが助けてくれ、って言ってたんじゃないかと思うんだ。 じゃあ幽霊さんは消えたから、証拠口も開くかも、かもかも、行ってみよう行ってみよう証拠口、<laughs> 図書室があるから。どうせ開かないんだろう。いや、開かないまだ他にもお願い事を聞いてほしい幽霊さんがいるのかなでも色々歩き回ってたけど、他の教室、部屋には何もいなかったっぽいよな。こっちを見てるだけの不幽霊ならちょくちょくいるけど、いるっぽいけどさ。いるっぽいけど、そうだよね。 ねえ、はるかちゃん、私ね。え、ゆみ。あそこ、何かいるえど、どこほら、あそこの曲がり角。あ、どっか行っちゃう。追いかけてみよう。うんどこいないな冬不幽霊だったのかな見つけて欲しくて出てきてくのかもね。あ、はあ、幽霊は寂しがりってのは、ほんとっぽいな生きている人は、見かけたら、えー、近寄っちゃいたくなるんだよね。なるんだね。だって、 あったかいんだもん。ユミ <laughs> 前回のフラグを回収しようとしている。んなんか言ったううん、なんでもない。あ、そう、あ、そうだ。あ、あたし、ちょっとお手洗い行ってもいいかな。うん、じゃあ待ってるね。ほらー、やっぱりそうなんだね。やっぱり私は。<laughs> なんで死んじゃっただとしたら。これフラグを回収しましたね、これね。ユミはもう死んでいると。で、はるかは鏡に映ってたのかなね。だから生きてると。お待たせしました。大丈夫幽霊に絡まれたりしなかったうん、大丈夫。お帰りなさい。よかった、よかった。ただいま。さーて、どうするかな 霊を立ち抜かせる方法とか、図書室の本にな、ないかなそうだね。行ってみよう。図書室で。誰もいないね。いるのは幽霊ばっかだな。いるんだ。本当だね。私も幽霊だけど。これなんか落ちる。貸し、え、図書、貸し出しカード。夢の鏡、最後の手紙、春色のキャンバス。おこれ今まで、なんか、助けた幽霊っぽくね なんか幽霊っぽかったよね。あ、なんかここにもあるよ。机の上に。本だな。うん、本だね。え、本なのは分かってる。これ何これ。黄色分かる。うふっふっふっふふ。あーちょちょびっくりした勝手にやったら開いちゃった一番高くに来て、この建物の中で一番高いところ。屋上かな。こうして、ても仕方がない。行ってみるか。うん。え、ちょっと待って。俺、適当にやっちゃったんだけど、クリアしちゃった。 ちょちょちょっと、不本意すぎる、不本意すぎる。<laughs> まあいいや、次行くか。<laughs> ごめんなさい。解決しちゃいました、何か。はるかちゃん、こっちこっち。先生の机のところに屋上の鍵があるよ。本当だよ。よし。これで屋上に行ける。あれユミちょっと顔色が悪くないそうかな大丈夫だよ、平気。気分悪くなったりしたら休憩するから、ちゃんと言うんだぞ。うん、ありがとう。屋上の鍵ゲッツ。 何だったんだろうさっきの謎解きは。これ全力で、適当にやってたら、これいけない癖が出ましたよ、これ。屋上行くにはどうすればいいのあ、上の階段へ。はい。屋上へ。はい。クソ開かない鍵を開けたはずなのに取ってきて、彼女たちの魂のかけらを。魂のかけら彼女たちがいた場所にあるはず。その力があればきっと開けられる。そういうもんか。 じゃあ、私が一っぱしで行って取ってくるから、ここで待ってなよ。まだちょっと顔色悪いから、えー、座って休んでな。うん魂のかけら魂のかけらを取ればいいのあったこれが魂のかけらなのかなえ <laughs> ちょちょちょなんか光ってる、ここ。束ねた手紙を手に入れた。束ねた手紙。これ入力しないといけないっぽいな、なんか。あ、なんか落ちる。 ハサミ、あ、わかったわかった分かった。こういうことね。お待って待って、なんか書いてあるよ。1。待って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 、これずらすと、これ多分、ずらすと、1、6、48。1648になるはずだ。ちょっと数字を入れてみよう。 1648だと思うんだよな。1648。なんかそんな感じの数字になったよな。違うんだえぇ、ー、これ何じゃあ。なんかもうちょっとこう、こうずら、ずらせないのこれ。ずらせない。こう、左にちょっとずつずらせば、8じゃないかな。8、最後は8だよね。あ、11、 1>, 1か全部1か全部1だわ。1118か。なんで6だと思ったんだろう。1118。これでどうでしょう ?11 月18日か。あなたの力ちょっと借りるかな。どういうことどういうこと下に行こう。 で、保健室。なんかひ、落ちる。薬を手に入れた。えぇ、ー、まだなんかあんのあ,ぶあ、なんかあった。ファイルを手に入れた。えぇ、ー、どうしろと。<laughs> これなんか、ああ、できたあ、そういうことえ、なんか、いけるとこと、どういうこと <laughs> あ なるほど、なるほど、わかった、わかった。右、左,左、左、右、左,左。右、左、左、右、左。このファイルでしょ、多分。右、左、左、右、左。あい,いた、たファイルが開いたぞ。えー、保険代よりだ。バレー部の優勝のことが書いてある。ちょっと見たい。うん。これをバ、バレー部の優勝バレー部、初勝利。 9, 9月13日 ?0913 か。えー、0913。っていうことじゃないほら、9月13日だったんだね。私に力貸してくれ。何が死んだ日思い出の日これ何のくだりだったんですかねちょっと、あと誰だっけ美術室さん。あ、虹色になってるあれ 虹の絵に変わってる。しかも何かが足りないようなパレットを手に入れた。光ってるよ。絵の具、Z だ。トひ、あ、まだ光ってる。んこれに、こういうことじゃないあ、絵の具を手に入れた。はい。え、まだ、まだあんのこれでえ、ちょ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 。絵の具も手に入んないね。え え、僕も入力するんだ。ここにあったやつもなくなってる。わー、これ絶対トゥルーエンドに到達できないパターンだよ、たく,くここに、緑。緑が足りないわけえ、ちょっと待って、これとこれを合わせて、パルトに緑色を足した。はい。緑色を足して、え、なんだろう何が足りない緑が足りないんでしょ単純に。 絵の具が変、虹の絵が変化した。え赤、黄色、紫。あそういうこと赤、黄色、紫だから、1、ん ?11 月26。1126かなだと思うよ。多分。1、1、2、6。これで、OK! あんたの力を貸してほしいな。よし、これ全部だな。戻るぞ。屋上へ。はなんかいるよ。消えたい、今のは幽霊なのか屋上に行こう。あったぞ、これでいいのかそう、これが、魂のかけら。これを扉に。あ、それを扉に。扉に屋上へ。開いたはるかちゃん、私たち友達だよね。おう、急にどうしたもちろん友達だろ。 そうだよね。友達 <laughs> やばい引き込もうとしてるぞこれ引き込み、引き込み系、引き込み系幽霊でしょう。最終章さあ、どうなることかはるか、大丈夫なのか入れた。けど、ここ何があるってんだ何があるってんだろう雨降ってないしかも。なあ、ユミ、あれユミユミはるかちゃん。ユミ、いつの間にそっちに はるかちゃん、私ね、携帯を探してたの。ああ,あ、そうそいつのね。お母さんに電話したくて。でも、携帯見つからないから。ゆみはるかちゃんの体ちょうだい。やばい友達だよね。ゆみ<ミ>お願い。やべえ。どうしよう。逃げるしかないのか。くっそー開かなーいなんかないか。何かないか。何もないのか。 何も持ってないよだってこうもう開けるしかない開けるしかない開けるしかない開かないか他に方法がなくないだって何もないよあなるほどね何かないか探す何か何かこの場所を切り抜けられるものはあ,あったお炎天下のこ,これはユミの写真新聞はるかちゃん体ちょうだいユミあんた本当はそうよ 死んでるようこどういうこと,ううこと <laughs> ああ体もらった取られたこれでお家帰れる <laughs> ええー、ああ乗 <laughs> り移ってるってことねこれとゲームオーバーバッドエンド真相の照明どんだけあんだこれエンド ホーム。はあ<ー> <laughs> 扉が変わっている <laughs> 例一覧。ああ、教室の例ね。これんか一応説明も書いてんな。書いてる書いてる。ユミもやっぱり幽霊に入ってるわ。ああ、なるほど。はいというわけで、次回、トゥルーエンドを目指して、やっていきたいと思います。た果たしてタクタクは、 ンドできるのかどこに分岐点があったのかなまあ、ちょっと,とりあえず、また一回戻りましょうか。第最終章までね。はい。それではまたお会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたかよろしければチャンネル登録、コメント、評価ボタンもよろしくお願いします。チャンネル登録は動画下のチャンネル登録ボタンをタップ。 パソコンの方はクリックしてみてください。タクタクはツイッターもやっております。ツイッターのリンクは動画下の三角をタップ。出てきた動画説明欄のツイッターの URL をタップしてみてください。ツイッターの検索バーからもタクタクで探せます。ツイッターでは最新動画の更新情報、ライブのお知らせ、イベントのお知らせや タクタクの謎のつぶやきを楽しむことができますチャンネル登録とフォローしてくれないとお仕置きだべ